あそこにいるのは。おい、ユイ。あ、パパ、こんにちは。ユイは何してるんだ？今はプレイヤーさんにこのゲームの遊び方を説明していました。遊び方を説明？はい、いわゆるチュートリアルというものですね。ああ、そうか。ユイはここだとチュートリアルキャラって扱いなんだよな。そうです。基本的にはチュートリアルを追わなくても遊べるように作られていますので、あまり出番はありませんが。けどユイのおかげでゲームをちゃんと楽しめるプレイヤーだっているはずだ。そう考えるとユイは立派な仕事をこなしているんだな。そう言われると嬉しいです。ですが、自分の役割において少し気になる部分もあるんです。気になる部分？どういう点が？商品の売り買いやクエストの遊び方など、私が説明する内容は多岐にわたるのですが、多くの説明は用意されているテキストを話しているだけに過ぎません。楽しさを伝える一方で、私自身はそれらを体験したことがほとんどないんです。なるほど。体験したわけじゃないことを伝えるのに違和感を覚えるわけだな。はい、私も実際に体験すれば楽しさをより正確に伝えられるのですが。そんなことを考えていたのか。ユイは偉いな。でも実際に体験か。なら、やってみようか。やってみるというのは？クエストだよ。内容によってはきっとユイでもできると思うぞ。もちろんユイが受けることはできないから、俺が受けたクエストを手伝う形になるけど。お手伝いですか。それなら確かにできそうですね。せっかくだからアスナも呼んで、みんなでクエストをやろう。ありがとうございます。わーい、クエスト頑張ります。ユイちゃん、クエストのお手伝いをしてくれるんだって？はい、任せてください。頼もしいな。それで肝心のクエストだけど、どんなのがいいと思う？ユイちゃんに手伝ってもらえそうなものだと、引いて抜いて大収穫っていうクエストはどうかな？引いて抜いて大収穫？アイテム収集系のクエストか？うん、なんだか楽しそうでしょ？あ、それに収集系ならユイも協力できるよな。よし、そのクエストをやってみよう。じゃあみんなで頑張ってクエストをクリアしようね。それじゃあ早速行ってみ。この畑が株を収穫する場所か。 NPC のおじさんからは規定数の株を集めてほしいって説明しかなかったね。数さえ満たしていればどんな株でもいいのかな。重量を指定されていないのであれば、数を満たせばクリアとなるはずです。でもそれだとちょっと面白くないよな。せっかくだから元気のいい株を集めよう。その方がおじさんも喜ぶだろうしさ。はい、そうしましょう。それじゃあなるべく葉っぱが元気なやつを狙っ。あれ、あまり大きくなかったな。じゃあ私はこれなんかどうかな。えい、これ結構大きいんじゃない？おお、当たりだな。私も元気な葉っぱを狙って、ふーん、ふわ、抜けました。すごい、ゆいちゃんの顔くらい大きい。やりました。やばいな、これは俺も負けてられないぞ。私ももっと大きいのを探してみせます。
ゆいちゃん楽しそう。これからもゆいちゃんが手伝えそうなクエストを見つけてやっていこうね。なあ、いろいろなことを体験させてあげよう。こっちに来てください。すごいのを見つけました。わかった、今行くよ。さて、マナ娘はどんなものを見つけたのかな。うわー、でっかいの見つけたね。というか本当にでかいな。葉っぱだけで推測するとさっきの株の12倍ほどでしょうか。さすがユイだな、こんな立派なのを見つけるなんて。よしユイ、頑張って抜いてごらん。はい、やってみます。ママも手伝ってあげるね、ユイちゃん。よし、じゃあ俺も協力するぞ。3人でこいつを収穫しような。はい。頑張ってユイちゃん。いいぞ、この調子だ。もう少しで抜けそうですね。じゃあ掛け声をかけて力を合わせましょうか。なるほど、それで行こう。では行きますよ。抜けろ。それ。やりました。抜けました。家族の力が株に勝ったんだね。力を合わせた結果だな。これならクエスト NPC のおじさんも大喜びですね。ご苦労様、ユイ。これでクエストクリアだね、ユイちゃん。街に到着です。思った以上に興奮するクエストだったな。土の中から野菜が出てくる時ってちょっとワクワクするね。どのくらいの大きさなのか引き抜いて初めてわかりますからね。パパ、ママ、クエストすごく面白かったです。これでチュートリアルの時の参考になったかな。はい、クエストの面白さをプレイヤーの皆さんに伝えることができます。クエストは人と協力することで面白さが無限大に広がるものなんですね。ああ、それが MMO の醍醐味でもあるしな。私が経験したこの気持ちを多くの人にも感じてほしいです。きっとユイちゃんならみんなに楽しさを伝えられるよ。ユイのように実際に体験して楽しさを伝えるチュートリアルキャラなんて他にいないだろうしな。何事も経験ですね。あ、そういえば他にも自分では試したことがなくてわからないことがあるんです。なんだ、また一緒に経験してみるか。ぜひお願いします。それでわからないことって何？あのですね、メニューのずっと奥の方に倫理コード解除設定というのがあるんですが、その機能によってプレイヤーが得られるメリットがわからないんです。ですので可能であれば体験を。それを体験するのはまずいんだ。ですが何事も体験することで他のプレイヤーに。いいかユイ、よく考えてみろ。倫理を解除するということは世間一般的にはやっちゃいけないことなんだ。やってはいけないこと、つまり犯罪のようなことでしょうか。そうそう、だからね、ゆいちゃんにそんなことしてほしくないな。なるほど、それはいけないことですね。せめて倫理解除をしたことのある人からお話を聞くだけでもいいのですが。
ちろんパパやママはやったことはないんですよね。それはもちろんよ。それでは倫理解除については諦めます。うん、ごめんね、ゆいちゃん。俺たちでも体験させてやれることとやれないことがあるんだよ、ゆい。